皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、えー、メールマガタイムでございます。私、メールマガジンを発行しておりまして、えーと、あ、そう、チャンネルの概要欄に2つリンクを貼っております。1つは無料版で、こちらはサンプルのようなものです。 もう一つは有料版で、こちらは毎週火曜日に発行しておりまして、月額111円となっております。格安です。で、内容としましては、日常生活から人生設計まで様々な役立つ内容を皆さんにご紹介しております。えー、当月、登録初月は無料なので、 えー、お気に召さなければ、その月のうちに解約していただければお金は一切かかりません。ぜひ、えー、お気軽にご検討いただきたいと思います。そこで、えー、この配信、この YouTube の配信では、過去に配信したメールマガジンの中から一部を抜粋して皆さんにお届けします。今回、えー、ご紹介するのは、コストゼロの 睡眠法です、はい。コストゼロの良質な睡眠の仕方、はいえー。アメリカ軍でも採用されているリラックス法があります。これは斬新的筋弛緩法といってアメリカ人の医師によって開発された方法です。厳しいスストレス状況下にある兵士の 96%が120秒以内に眠りに落ちたと言われるものですはいこれはですね鼻から息を吸って止めますそして息を止めている間に両腕をぐっと力を入れますそして息を吐きながら 腕の力をふーっと抜きます。その時、腕の力が抜けた感覚に意識を向けます。これを3回繰り返します。さらに、実際に声を出すといいそうです。えー そうですねはい、この後、両足、顔、肩、首の順にやっていきます。実際に声を出しながらやっていきます、はいえー。両足をピーンとつま先まで伸ばしてから、ダラーンとします。その時に、ダラーンと言います。はい、顔も 目をつぶって歯をかみしめてから、うんと言って、力を抜いて、ポカーンと言います。はい、そして、肩もぐーっと上げてから、ストーンと言って落とします。はい、あとは、首の重さを感じながら、こうやって、まあ、回す、回すに近い感じですね。はい、左右にこう振ります。はい こんな感じでやっていきますさらに呼吸法鼻から息を吸って口から吐きます吐く息の温かさを感じながら吐く息とともに全身の力が抜けていくのを意識します喉が通る空気の感覚なども意識しますこれを3回繰り返します呼吸の最中は 何か思考が浮かんでもそれを追わないと決めましょう何か浮かびそうになったら常に呼吸に意識を戻しますそうするとスーッと眠れます是非試してみてください他にもいろんなやり方があります、はい 眠りたいのになかなか眠れないとき、そういうときには、えー、重い布団を使うことで症状が改善されることが分かっています。これはスウェーデンの研究所がやった実験によるものです。はい、重い毛布を使うといいということだそうですね、はい。いや、それは眠れない人に限ってのことですよ。 はい、はい、1年使い続けると78%の不眠症が改善するそうです、はい、次、いろいろ気になって寝付けないときこの時はジャーナリングを行いますジャーナリング、各瞑想とも言われます 感情的に大きな影響を受けた出来事を書いた方が感情とは関係のない日常的なこ出来事を書くよりも心身の健康が大幅に向上したそうです。はいかかがでしょうかジャーナリング、はい、今回3つ、えー、申し上げました。 まあ、一つ目が一番誰でもできる方法なんでやってみてください。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。